キムテヒ、キムテヒ、1980年3月29日帯は韓国の女優である。男一人女二人指定の次女で、姉と俳優の弟イワンがいる。富山直轄市で生まれ、小学校から高校まで、軽症難道ウルサン市、高校2年生の時に、ウルサン公益市に、昇格で過ごす。このため、ウルサン出身と言われることが多い、おへて、 1999年にソウル大学校生活科学大学医類学科に入学2005年に卒業したカトリック教徒である連続ドラマ天国の階段2003年 SBS の悪女役やアイリス2009年 KBS のヒロイン役などで知られる韓国では人気がある女優の一人である 身長1 6 5トル、体重4 5ラム、スリーサイズ b 7 8トル w 5 7トル、h 8 3トル、血液型 O 型。2000年、キムテヒは地下鉄で偶然あった広告代理店のデザイナーに勧められ、テレビコマーシャルで芸能界にデビューした。翌2001年、 ラストプレゼントで主演イオンへの中学生時代役で映画に出演し、2002年の短編映画、新都市人から本格的な演技活動を始め、その年、シットコムと呼ばれるコミカルな連続テレビドラマ、レッツゴーに出演した。有名になったのは、2003年 SBS の人気ドラマ、天国の階段で、主人公の意地悪な義理の妹役班百合を演じてからである。 翌2004年、テレビドラマでは、朝鮮の伝説を現代化した KBS の活劇、キュービギツネガイデンと SBS の大学生の恋愛劇、ラブストーリー・イン・ハーバードに出演した。両作品ともに、キム・テヒの貢献が評価され、キュービギツネガイデンで、最優秀新人賞を、ラブストーリー・イン・ハーバードで、最高人気賞を受賞している。2005年4月1日には、 所属事務所、ロゴスフィルムとの専属契約が満了し、同年6月19日にナムアクターズと専属契約を結んだことが発表された。テレビドラマでの成功の一方、映画では2006年に中天で初めて主役を演じたが、キムテヒ自身の演技力不足もあって不人気に終わった。翌2007年公開の喧嘩も人気がなかった。2009年、 4年ぶりにテレビドラマに出演した。このイビオンホ本主演のスパイ推理劇、アイリスは、韓国ドラマ史上最大級の制作費をかけたもので、批評家の賞賛と商業的な成功を獲得し、平均視聴率30%を記録。放送開始から各週の最高人気作となった。キムテヒに対しては演技力に対する批判がなおあった。ものの、多くの視聴者から肯定的な評価を得。 その年2009年の KBS 演技大賞では優秀演技賞を受賞した。しかし同じ年に公開された映画グランプリでは主役の競馬騎士を演じたキムテヒの努力は評価されたが興行的には主演映画3作品連続となる失敗作となった。2010年、それまで所属していた事務所ナムアクターズからキムテヒの姉夫婦が設立した。 ルアエンタテインメントに移籍した。成功作、アイリスの後、2011年1月、MBC の恋愛喜劇、ドラマ、マイ・プリンセスで主役を務め、ソン・ンホンと共演した。キムテヒの演じた、大学生イソル役は、今までのキムテヒの役どころと異なる、喜劇的性格で、キムテヒの遊び心あふれる演技が好評を得た。冬のソナタで有名になった。 チェジムの主演作として、天国の階段が日本でも2004年から2005年にかけて放映され、このドラマの出演者として、キムテヒも日本の韓国ドラマファーに知られるようになり、翌年2006年1月31日から3月11日まで放送された、日本コカ・コーラの新、ソウタケミッチャのテレビコマーシャルにも起用された。2007年には、 韓国の国際文化産業交流財団が韓国文化産業に対する正しい理解と韓国のイメージ向上を目指すため日本の毎日新聞などのメディアを招きキムへのインタビューの場を設けた2010年末日本での活動を本格化させるため日本の芸能企画会社 SP インターナショナル SP インターナショナルとマネジメント契約を結び日本語を学ぶなどして 日本での活動に備えた。ファッション雑誌、25アンズ、晩餐館の2011年表紙モデルに起用され、1月発売の2011年3月後から登場している。2011年10月、日本での本格的活動のスタートとなる主演作、僕とスターの99日が、フジテレビ系列で放映開始された。この連続テレビドラマでは、ダブル主演となる。 さえない男役の西島秀俊を相手に、韓国の人気女優役を演じる。2005年、キムテヒは、弟のイワンと共に、スイスの政府観光局から、スイスフレンズ、スイス神前文化大使に選ばれ2月17日に、任命式が行われた。5月3日から5月10日には、スイス各地を旅行した際な、伝統文化体験プログラムに参加した。 その様子はスイス政府観光局やマスメディアから写真や動画映像付きで報じられた。キムは上記のスイス親善文化大使としての活動に伴い、韓国が一方的に領有権を主張している竹島について、これを韓国の領土とアピールする独当愛キャンペーンを弟のイワンともに展開し、独自まは我らの領土と書かれた T シャツを着たり配ったりしながら、 竹島の韓国料宣伝を行う予定であると韓国の複数メディアが報じた。また、韓国のインターネットメディア、マイデイリーによるとキャンペーンを実施することに関して、キム周辺は竹島問題は敏感な問題であるだけに引き止めたが、キムが側近を通じてファンたちの愛を受ける芸能人として報いることができる道は演技だけではなく、 ファンが期待することに参加するのも重要なことだと思う。と、明らかにしたと。マイ・デイリーは、スイス訪問後の同年5月11日に、スイスから韓国に帰国した、キム・テヒの空港取材として、4月30日から10日間、独自まは我らの領土、と書かれた T シャツを着て、様々なキャンペーンへの参加とインタビューを行い、竹島は我らの領土だとアピールした。と報道した。 また、エジ氏のコリアヘラルドもキムが独当主権をテーマにした音楽 T と、ドクシマは我々の土地と書いてある T シャツをスイスで配ったと報じた。その後日本のネット上で、キムテヒがスイスでドクシマだけではなく、津島や台湾も韓国の領土だ。日本メディアのインタビューも受けたくないと主張したとの話が広がり、反日女優は日本に来るなと反発を受けたが、 経済誌のマネートゥデイは、同年の7月11日に、キムの所属事務所の関係者のこととして、スイス親善文化大使として活動した際に、独当アイキャンヌを展開したのは事実だが、津島や台湾、インタビューの話などは主張しておらず、誤解のようだ。また、キャンペーン自体は、領土取得をアピールしただけだったとの主張を伝えている。キムテヒが2011年に、 ドラマの日本進出する際に韓国ではほぼ全てのメディアが2005年にキムが独当愛キャンペーンを行ったことに触れながらドラマ日本進出の報道をした日本のインターネットメディア J キャストは2011年10月26日にキムテヒがスイスで T シャツを配ろうとした際にスイス政府観光局の韓国支局員に制止されまたキムテヒが 同意なしに T シャツを着たため、観光局が強く抗議をしたとの在日スイス大使館の文化部からの情報を伝えた。また、韓国 KBS によると、キムが独当キャンペーンを行ったことにより、日本の一部のネット利用者の間では、キムが日本が嫌いと言ったという噂が広がるなど、キムに対する反感が見られ、2011年の顔抗議デモにおいても参加者がキムを、 反日俳優として球団するビラを配布した。2011年11月参議院、総務委員会において、参議院議員、片山さつきが、民放テレビ局の管流を返帳問題の一環として、キムテヒさんという女優がおり、独当愛キャンペーンのキャンペーン女優である。韓国にはたくさん良い女優がおられるが、このキャンペーンをやっている女優は一人だけである。その女優が、 日本の民放のドラマに主役として出演している。と疑義を表明した。2011年9月に自身が主演するドラマの宣伝のため来日したキムは、産経新聞によるインタビューで過去に政治的発言が報道されたことに話を向けられると、私は理数系の人間で歴史や政治のニュースには疎いので、もっと勉強しなくてはいけないと思いますとはぐらかした。さらに、 2012年2月にロート製薬が自社製品の雪心地の CM に過去に独当キャンペーンを行ったキムを起用したことが日本に伝えられるとネット上でロート製薬への批判が殺到しキムが来日して行う予定だった CM 発表記者会見が中止されたこの件については2012年3月10日に韓国 SBS のそれが知りたい誰がキムテを追い出したか でも放送された。産経新聞の黒田勝弘は、韓国芸能人には韓国での人気管理のためか、このような反日、愛国パフォーマンスをやる者がいるとし、この CM 発表会が中止された件を挙げて、反日をやりながら、日本のテレビ広告に出るというキムテヒは大胆それともアメと述べた。中学では、全科目100点を3年間にわたって獲得したとされ、 高校卒業後、国立ソウル大学校に入学して2005年に卒業した。大学ではスキー部のキャプテンを務め、芸能生活も行った。作品出演よりコマーシャル出演を芸能活動の中心にしていると見られ、映画やドラマに出演するごとに役者としての演技力がしばしば批判対象となった。2005年から広報大使に任命されている。 メイクアウィッシュ財団の事業の一環として2006年に難病の子供たちを訪問2007年12月ソウルで外国人労働者のための給食奉仕にボランティア参加2011年には難病の子供たちが歌うメイクアウィッシュ合唱団のアルバムに参加してメイクエイウィッシュを録している2005年11月に開催された韓流スター愛蔵品オークションでは 寄贈した金の指輪が877,690ウォン。当時の為替レートで約9万円で落札された。2011年東日本大震災の際には、日本赤十字社に700万円、1億ウォンの義援金を寄付した。カトリック信者であり、就寝前には聖書を開くのを習慣とする。本人は必要な言葉が必ずそこにある。 これが一番の力の源かもしれませんと話している。日本の調査に関するインタビューで時間を守るところ徹底した準備が日本の長所だと答えている。一方、ネット上の日本嫌いが噂される一方、本人は日本は好きな国、今後も日本で活動したいと発言がある。日本で活動するために日本語を学んだため、 日本語のインタビューでも質問をおね聞き取ることができ、日本語を交えて会話ができる。2005年、富士テレビの FNS25 時間テレビのシニアコーナー、三馬、ま」中井の今夜も眠れないの、ラブメイト10において5位にランクインした。中国でも出演ドラマが主張されており、2010年に中国で選定された韓国女優美女10人では、キムテヒが1位に選ばれた。 弟のイワンは俳優でキムテヒを一役有名にしたドラマ天国の階段ではテヒの兄役の少年期を演じた。2017年1月17日レイン、ピトの結婚を発表。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。